はい、バンクーバーの皆さん、こんにちは。松田美博です。また2月にバンクーバーに行って講演をすることになりました。今回の講演のテーマは、2014年12月に出版した、本なんですけども、賢人たちからの運命を変える質問という本があります。それの出版講演に行きたいと思います。この本は100人の偉人たちの質問名言ですね、を集めた形のものなんですけれども、ただ名言を見るだけじゃなく、そこに問いかけ、質問があるので、その賢人、偉人の人たちはどんな問いかけをしていたんだろう、そんなことがわかります。そしてその問いかけに今、自分自身、これを見ているあなたが答えることによって、目の前で悩んでいる悩みが解決できたりとか、どうしても達成したいことを乗り越えることができたりとか、人生どっちに行こうかなって迷っている時にこちらの道に行こうと決めるきっかけになったりとか、そんなことを学べると思います。またぜひバンクーバーでお会いできることを楽しみにしています。